ディルハムは1973年から使用されているアラブ首長国連邦の通貨 ISO4217 の通貨コードは AED 通貨記号はで非公式には DH や DHS といったらテン文字での略式表記も用いられる補助単位は100分の1のフィルス1966年以前 現在のアラブ首長国連邦を構成するすべての首長国では湾岸ンンルピーが流通しており、1966年から1973年にかけてはアブダビを除くすべての首長国でカタールドバイリアルが流通していた。この湾岸ンンルピーからカタールドバイリアルへ移行する間はわずかな期間ながらカタール同様に首長国もサウジアラビアリアルを採用していた。 そして1973年、アラブ首長国連邦は、通貨として UAE デルハムを導入。導入時のレートは、カタールドバイリアルに対して1デルハムイコール1リアル、アブダビで使用されていた、バーレエンディナールに対しては1デルハムイコール0.1ディナールを陛下とした。1978年1月28日をもって、IMF の特別引きで検討公式にペックされたが、 実際は大半の期間をアメリカ合衆国ドルとペックしていた。1997年11月から現在にかけてはアメリカ合衆国ドルと1ドルイコール3.6725ディルハムでペックしており、これはおよそ1ディルハムイコール0.272294ドルに当たる。1973年、カタールドバイリアルと寸法や素材が同一の1、5、10、 25、50フィルス、1ディルハム効果が導入された。1995年には50フィルス、1ディルハム効果の寸法が縮小され、50フィルス効果については丸みを帯びた七角形のデザインに変更された。発行されているすべての効果は、額面価値などの数字部分にインド数字が用いられ、文字部分はアラビア語が刻まれている。日常生活において1、5、 10フィルス効果が使われることは、あまりなく、25フィルス単元に切り上げもしくは、切り捨てられることが多い。そのため1フィルス効果はほとんど流通していない。また両替の際は、9 5 0フィルス効果と新1ディルハム効果がほぼ、同じ大きさであることからそれらを混同する恐れがある。1976年以降、アラブ首長国連邦の首長や行事を祝賀した。 数種類の記念硬貨がアラブ首長国連邦中央銀行から発行されている。2006年8月、フィリピンの1ペソ硬貨と1ディルハム硬貨はそれぞれ同じ寸法であることが公に報道された。1ペソ硬貨は約8フィルス程度の価値しかなく、アラブ首長国連邦内の自動販売機を使った詐欺問題へと発展している。 1>, 1ペソ効果は2003年4月21日に材質と重さが変更され2018年3月26日からは新効果となっている1973年アラブ首長国連邦通貨委員会は第1次紙幣にあたる1、5、10、50、100、1000ディルハム紙幣を導入1982年に1、1000ディルハム紙幣の発行を省いた第2次紙幣が 導入された。以来、500ディルハム紙幣が1983年に導入されたことに続き、1989年に200ディルハム紙幣、2000年には1000ディルハム紙幣が再び導入された。これら紙幣の文字部分は表がアラビア語で、裏は英語、数字部分は表がインド数字で、裏はアラビア数字を用いて印刷されている。 現在利用可能な紙幣は5、10、20、50、100、200、500、1000紙幣の8種である。200ディルハム紙幣は1989年に造幣されたのみで銀行に築造された紙幣から市中へわずかに流通するだけであったが2008年に新200ディルハム紙幣が発行され同年5月下旬より流通を開始した。新200ディルハム紙幣は 新たな偽造対策技術が施されており、主な構成色も緑、茶色から黄色、茶色へ変更された。ありがとうございます。